メ欄、品番が C の5831、 C の5831です。これの3色展開で、ぷくちゃん着てくれてるライトベージュ、ライトベージュです、はい、そして手に持っているライトグレー、はい、はい、そして私みーちゃんが着ておりますイエローの3色展開になっております。それではいきます。じゃん、3590円、イエーイ。でこちら11月17日水曜日は11時59分まで送料無料の特別価格です。ではぷくちゃんポイントお願いします。はい、これはですね、もうこのゆるっとシルエットがめちゃめちゃ可愛くて、ショルダーがちょっとねドロップショルダーになってるので、うん、すごい抜け感もあって、ここからちょっとボリューム層で袖になってて、このね袖口もこうちょっとキュッとなってるので、このポワン感がすごい可愛いシルエットになってます。で、前はスナップボタンに、こんな感じでスナップボタンになっているので、全部開けてもらってカーディガンとしても着てもらえますし、こう、ね、全部こう締めてちょっとこうネックを出したりしてプルオーバーとしても着てもらえますし、うん、ちょっとこう開けてインナーを見せるような着方もできるので、本当にこういろんな着こなしを楽しんでいただけるかなと思います。はい、で腹張りが個人的にすごいドストライクなんですけど、ちょっと、ね、柔らかい色合いなので、なんかこう今っぽいちょっと韓国風な感じなのかな、うん、確かになので、すごい優しい色合いでめちゃめちゃ可愛いです、うん、はい、はい、以上になります。ありがとうございます。で私みーちゃんがですね、さっき抜き襟して着てたので前は短めに見えてたかもしれないんですけど、普通に着るとこんな感じです。ふくちゃんも今普通に着てくれてるかな。着てます。するとこんな感じです、はい、はい、が、ゆるっとしてるので抜き襟してもなんかもたつかないというか、本当にいろんな着こなしが楽しんでいただけるので、うん、抜き襟しても可愛いです、はい、そして私的推しポイントが、真冬にニットカーデン、もうがっつりボタンついてるニットカーデンって、うん、アウターの季節になると使いづらいところを、はい、これはニットカーデンやけど、うん、いい意味でニットカーデン感がな、ニットカーデン感がなくて、うん、これがスナップボタンなんですよね。それをピッと締めるとなんかボタン感なくないですか。こことここやから、こう見た時になんかちょっと普通のニットっぽく見えるというか、ね、そうガッツリボタンじゃないので、普通にほんまにこの間から見えるっちゃ見えるので、中はロンティーとか着てもらわないとなんですけど、ちょっと普通のニットっぽくも着れるので、今の時期はニットカーデンで、もう極寒の1月2月はもう普通のニットとして1枚で上からコート着る、そうこんな感じで着れるんですよ、はい、中ロンティー着たりとか、ぷくちゃんみたいにレイヤードで、うん、タートルネック入れてもめちゃくちゃ可愛いので、はい、これ結構万能やと思います、うん、ニットカーデン、数あるニットカーデンの中でもね、なんかローブシーズン使えそう、ね、使えそう、あ、ボタン見えないの珍しい、そうなんですよ、うん、お、見え、こんな風に見えるのか、見えなさそうだね、うん、このサイドから見たらこう見た時にボタン感はあるんですけど、はい、うん、でも普通のニットカーデン、ニットカーデンよりかは、はい、ザ・ボタンな感じは少ないと思います、はい、はい、ね、黄色も可愛いですよね、可愛い、全部カラーバリが可愛い、ほんまに可愛い、あ、ぷくちゃんコート似合いすぎてるって、ありがとうございます。これをね、後半紹介するので楽しみにしててください、はい、うん、ポッケなしですか。ポッケはなしです。なしです、はい、はい、プグちゃんのカラー糸混じってますか。ちょっとね、白っぽさあります。なんかところどころに白が感じられる、うん、パックで見てもらうとこんな感じですね、ちょっとピンクと白ミックスみたいな感じですね、うんうんうん、確かに、はい、こんな感じです、はい、プグちゃんで後ろの袖どれぐらいですか。影ですか、うん、あ、ごめん、後ろの影影これぐらいなので、お尻すっぽり隠れるぐらいまでありますね、うんうん、確かに、ちょっとこう斜めになってるのかな、向き入りしてるかな、こんな感じです、うん、はい、お尻を隠れそうです、しっかり隠れた毛感です、はい、です。ぷかちゃんグレー着れますかといただいてるので、はい、着ていきます、グレーをお願いします、はい、 あとデニム合わせだって、グレーで、じゃあデニム合わせを、わかりました。みーちゃんね、袖を折ってるというか、ここがタポンってなってるじゃないですか、まくってるわけではなくて、このタポンをここで止めてひょわんっていう形にしてます。普通にするとこんな感じですが、タポンと中に入れるとこんな感じの着方ができます。で、全部伸ばすとこんな感じです、
袖はね長いです。指の先がこの辺に来る感じでございます。こんな感じです。なのでそれ長めなんですけど、でもそれがあえて可愛いし、このなんかラッパ型みたいな袖あるじゃないですか、もうまくりようがないやつではなくて、ここがちょっとリブっぽくなってるので、腕まくりした時にしっかり止まってはくれると思うので、うん、止まる止まる止まってくれるので、タポンとはするんですが、あのご飯食べる時とかはしっかりまくっていただけると思います。とちょっと下行きますね、すいません。ね、イエロー可愛いですよね。あ、そう、今日のパンツも新作です。今日のパンツもですね、このニットパンツですよね。めっちゃ足長く見える、おすすめです。足が本当に長く見える。よいしょ。あ、ボタンが変になってました。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。すいません、動きすぎました。こんな感じです。失礼しました。あ、スカートも見たいです。 OK です。じゃあ次私スカートを合わせてきます。はい、あ、テンポ行ってみたいけど、どれかなかなか行けない。ありがとうございます。ちょっとでもテンポっぽくというか、生地が伝えられるように頑張りますね。ライブもあったかいですか？あったかいです。むしろ私がさっき暑いなって言ってたぐらいで、めっちゃ暑かったです。今日そんな寒くないんですけど、あったかいです。かわいい、はい、こんな感じでちょっと間見せて。かわいい、かわいい。デニム合わせもめっちゃかわいいですね。確かに、ね、全部開けてほしいとあるのでちょっと開けてみます。全部締めても可愛いんですよね。なんかこう襟のついてるものだと、ここから襟とか出してもらっても可愛いと思います。グレーはね、ミックスされた感じですか。グレーもちょっと白っぽさはある。グレー白のミックス感じです、うん、はい、グレーやってたわ、ね、グレーはすごい合わせやすいと思います。たけちゃん、デニムの品番教えてください。これは M の3341です。はい、そう、形がいいね。しゅんさん、ありがとうございます。形めっちゃ可愛いんですよ。この袖感のこのゆるっと感が私好きです、はい、あ、チクチクしませんかっていただいてるんですけど、私これ着た時、まあ、なんかめっちゃもちっとしてるって言っちゃうぐらいすごい柔らかい生地感で、めっちゃ着やすいです。これはナイロン51のアクリル49です、はい、で手は入ってないのでチクチクしにくいかなと思います、はいはい、あとね、毛玉になりやすいですかっていうコメントがたくさん来てるんですけど、うん、やと思う。毛玉、ね、できなくはないやろな。柔らかいので、ニットなので多少はできちゃうと思うんですけど、ちょっとバッグの持ち方とか、ね、うん、気をつけてもらえればなと思います、はい。まあ、昨日私結構夜な夜な、うん、あの顔ソリの100均塗ってるやつで、あ、こういうのちっちゃってやってたんですけど、うん、それでケアしていただくのが一番長く着ていただけるんじゃないかなと思います、はいはい、であとね、前後逆で着れますかといただいてるので、ちょっとくるっとカッ、あの回してきますのでお待ちください。お願いします。ライトベージュのカーデの中にカラーシャツを着るとしたら何色が合いますか、うん、あ、ピン、あのピンクっぽい色にカラーシャツか、なんだろう、でもピンク合わせだからやっぱりベージュっぽい色合いが合うかなとは思うんですけど、なんかこうそれこそモカっぽい色合いは合うんじゃないかな。今日もあるんですけど、この色とピンクはすごい合うかなと思います。
うん、かわいい、ヒロティオレンジもかわいいか、うん、かわいい。だってね、前後逆で着てきました。遠目で見るとね、いけそうかなって思ったんですけど、うん、ちょっと前に見てみると、このね、肩のここの線がね、前に来てるの分かります？本来多分この肩のジャストのところに来るこの線がちょっと前に来るので、若干ごつく見えちゃうかもしれないです、うん、でなのでこれをちゃんと前で来た時はこの肩線がここに来てくれるので、うん、ここね。なのでこれはあのもうこの前の着方の方が、うん、おすすめです。おすすめかなと思います。丈の長さはどれくらいですか？お尻しっかり隠れる丈感です。あとね、あ、マイク開けてほしい。マイク開けてね、着てたんですけど、ちょっとスカートバージョンでも今からやってみますね。はい、はい、何回か着たら伸びそうですか？どうですか？まあ、ニットだからちょっと伸び感はあるかもしれないけど、なんかもともとこのゆるっとした感じなので、そこまで気にならないかなっていう感じはします。はい、あと帰宅方法、保管の方法、ハンガーのかけ方はですね、レタスのリールに結構分かりやすい動画が今週、先週かな、アップされてるので、よかったら見てみてください。はい、うん、あ、軽いって言ったね。そう、軽いんですよ、めっちゃ。うん、2人何色推しですか？私はピンクベージュ推し。私イエローなんです。イエロー、イエロー絶対似合う。かわいい、めっちゃ似合うと。あのね、レモン、冬にありがちなね、レモンイエローじゃなくてね、このひよこっぽい黄色というか、卵っぽい黄色が、これめちゃくちゃ可愛い。イエベさんめっちゃ似合うカラーだと思う。あ、二人ともイエベハルか。イエベハルです。あ、ぽくちゃんもちょっと黄色のそのままのコール。黄色のデニム合わせもね、絶対可愛いので、なんかありそうでない色。確かに。そのまま着ても可愛いですが、さっき言ったみたいに袖が長いので、たすき掛けしても可愛いと思います。あ、可愛い、可愛い、黄色めっちゃ可愛い。めっちゃあの写真映えしそうです。確かに確かに、黄色可愛い。そう、ひよこっぽいでしょ、可愛い。あ、ブラで黄色着れないかなって着てる。ブルベさんはどっちかっていうとベージュピンクの方が似合うんじゃないかな、どっちかというと。トップス使いするならね、イエローよりベージュの方がおすすめなんですけど、うん、これニットカーデなので、はい、中に自分が好きなベージュの色とか入れてもらったらめっちゃ可愛いと思います、うん、ベージュとイエロー結構相性いいと思うので、ね、あ、トクちゃんの顔色がめっちゃ明るくなった気がする。あ、本当ですか、さすがイエロー。よくあ、上にコート羽織れそうかなっていただいてるんですが、さっきね、今日紹介のコートすぐちゃん着てくれてたんですか？はい、着れてました。着れました。はい。あ、みーちゃんにもベージュ着てほしいといただいてるので、ちょっとベージュに着替えてきます。お願いします。あ、小梅さん、ブルベだけど黄色が欲しい。で、これはでも割とこうパキッとした黄色じゃなくて柔らかい黄色なので、それ着ていただきやすいと思います。重くないですか？これはね、すごい軽いですよ。生地感もすごいもちっとした生地感で、こう着てても全然なんかごわつく感じとかもないし、すごい着やすいです。イーサン・アンピのグレージュチェックにベージュはあるかな？あとでちょっと合わせてみましょう。グレージュチェックあるかな？これじゃない？これじゃない？ベージュ？ベージュ。グレージュチェックにベージュ。あ、グレージュとか。お、ちょっとハンガーちゃんに着てもらいます。アンピ合わせも絶対可愛いと思いますよ。うん、可愛い。こんな感じです。うわ、めっちゃ可愛い。絶対可愛い。めっちゃ可愛いし。多分、当てて通っても可愛いし、ニット使いしても可愛い。可愛い。レイヤードにもめっちゃ使いやすいと思います。見て。イエロー可愛いですよね。なんかこうシンプルなデニム合わせにもすごい映えてくれる色だなと思います。確かにイエベハル大勝利カラーです。前や全部インは厳しいよね。アウトの方が可愛く着れるかなと言われてるんですが、前インぐらいだったらでき
るか。こんな感じで入れても可愛いなと思います。ちょっとこんな感じで、はい、全部にはねちょっと裾にこう重たさがあるのでちょっともこっとなってしまうかもしれないです。この細身のデニムはちょっと入らないです。さっきのニットパンツとかだったら入るかもしれない。私のパンツの品番は M の331です、風は通しそうかなっていただいているんですが、このフロントの部分はちょっとボタンとボタンの間に空きがあるのでやっぱりインナーとかは着てもらった方がいいです。1枚と変えればインナー合わせで着てもらった方があったかく着れるかなと思います。あ、ロンティーのを下から出せたりしますか？レイヤード感になって。わかりました。ちょっとねこのロンティー短いんですけどイメージはこんな感じです。こんな感じです。ちょっと長めのロンティー合わせとかしてもらったらめっちゃ可愛いと思います。はい、できました。可愛い。レンジこんな感じなんですが、さっきブルベの方がイエローを着るとき、質問があったんですけど、これどちらかというとちょっとブルベ夏さんよりかなって思ったカラーなんですけど、はい、リエベスプリングの私が着てみました、いけるくないですか？可愛いですね。でいけそうにしてきたポイントが2つあって、1個ここに自分が得意なエクリュっぽいロンティーを持ってきました、さっき真っ白の着てたんですけど、ここが多分一番自分の顔色に近い部分なので、ここに得意な色を持ってきてあげる。あと、ネックレスを得意なゴールドにしてあげたりしたら、全然パーソナルカラーと違うカラーも、ここが開けられる分、着れるので、そんな工夫をしてみてください。それでいけるはず。あ、高身長だとお尻隠れないから、T シャツをレイアウトしても良さそうかな。めっちゃいいと思います。そう、これをもうちょっとロンティーで長めの合わせしてもらったらすごい。可愛いと思います。骨ストレート着膨れしますかっていただいてるんですが、私が骨格ストレートです。骨格ストレートなんですが、多分ねボタン全締めで抜き襟しないできると、正直ちょっと大きく見えるかなと思うんですけど、抜き襟してボタンを2つくらい開けると、こんな感じでスッキリして着ていただけるんじゃないかなと思うので、普通のニットよりねこのニットカーディガンもボタンで調節できるので、そうですね、着こなしていただきやすいと思います、ニットカーで大丈夫そうかな。よし、じゃあこれもちょこちょこ後半も合わせていこうと思うので、はい、次のニットパンツに移ります。はい、なのでここちゃんに着替えてきてもらいます。あとね、一色を私読めるんですけど、そうです、ボタンはスナップでございます。イエベハル三色、確かに今日二人ともねイエベスプリングなんで、これあマジであったかいな、あったかい、暑いぐらいやな今日。今日神戸がねそんな寒くなくて、そうです、これから2点目です。ありがとうございます。あ、ワンピアワンピアワスね、ちょっとハンガーにかけたやつでやってみたんですけど、おしゃべりコーナーでちょっとお時間あればワンピアスもしてみるので、よかったら後半もう一度コメントください。すいません。みーちゃんのパンツはですね、今から紹介のパンツですのでお待ちください。ベージュはピンクっぽい、そうですね、ピンクベージュっぽいです。結構ピンクに強みなので、私たちは結構ブルベさんが似合うベージュなんじゃないかなと思ってます。みーちゃんがね似合ってる場面がすごい目に浮かぶので確かにね、そうなのでブルベさん寄りなのではと思ってます。こんな感じ、タッチ掛けしても可愛いですし、プロデューサー巻きしても可愛いし、あとはね最近原ちゃんがよくやってる、もうここも膨らずにこうタラーンって垂らすだけでカラーを出せるのも可愛くないですか。寒くなったら羽織って日中はこんな感じで着るのもおすすめです。あ、そう、みーちゃんが着てるのはね、USA です。USA で検索していただくと出るかなと思います。
込むのいつも悩みます。綿っぽい素材を着たらいいんですかね。私たちは結構綿のロンティーを着ることが多いんですけど、まあ、ロンティーを押せといたらどのニットカーデでも間違いないなと思うんですが、これぐらいのちょっとローゲージのニットカーデだったら、ちょっとハイゲージ目のレタスでいうと N555 っていうタートルネックがあるんですけど、そういうのを合わせてあげるとニットニットでも全然変じゃないです。これがちょっと目が詰まってないざっくりな感じなので、キュッてなってるニットだと中に合わせても可愛いと思います。はい、じゃあちょっと私はこのまま履いてるのでこのまま履いてます。はい、あ、その合わせ可愛い、可愛いですよね。これちょっと後半に紹介するので、はい、可愛いです。なんか私ニットカーで着てない色着てる。あ、お願いします。このトップスも今日の新作です。近くで生地感見たいです。こんな感じですね、はい、ちょっと柔らかい色合いで、ここちょっとリブがこう入ってるような感じですね。